GPIT チャンネル始まりました。ケントです。そうです。なんと GPIT でですね、今求人募集をしております。先日ね、求人募集の動画を配信させていただいたんですけど、その後の進捗と募集締め切りのお話でございます。はい。でまずたくさんのねご応募いただいております。本当にありがとうございます。ありがとうございます。非常に嬉しいです。一緒に働きたいなって言ってくれることが、たくさんの方にご応募いただいてるんですけど、本当に今回はね、東京本社に1名だけの求人になるので、お断りしなきゃいけないケースがあるかと思うんですけれども、ご応募いただいたことは本当に感謝してますので、ありがとうございます。今月のですね、10月の25日をめどに締め切りとさせていただいて、2次選考は面接になるんですけれども、1次選考のご返答として11月の5日までに、皆様にメールでご連絡を差し上げる予定でございます。はい。何か質問があったらですね、ウェブサイトからお問い合わせいただければご対応します。何件かお問い合わせはすでに来てるんですけど、はい、フォームを送っていただいて、はい、でうちの会社の方から自動返信メールをこう送信させていただいてるんですけど、はい、その自動返信メールが届かないよって言って、はい、フォームを2回3回送っていただいてる方が何名かいらっしゃいます。そうですね、はい、はい。そういう方の場合だとドメイン指定とかでメールが弾かれてしまっている可能性がありますので、はい、迷惑メールボックスを一旦確認していただいて、あとはドメイン指定の解除など設定をお願いいたします。はい。応募項目、20歳以上の方ですね。でトランスジェンダー当事者の方になります。で治療してる未治療っていうのは問いませんので、トランスジェンダーのね相談業務になるので、やっぱり当事者だと一番話がスムーズなので、トランスジェンダー当事者限定になります。あと GPIT チャンネルで、動画出演可能な方、顔出しが OK な方を募集してます。であとパソコンの基礎ができる方、全く触ったことないよってなるとちょっと大変かもしれません。携帯でももちろん作業できるんですけど、出先とかね、ほとんど携帯 100% 携帯で作業するってこともあるんだけど、ある程度パソコンもいじる作業もあるので、そんなに詳しくなくて大丈夫だよね。そんなに特殊能力は必要ないんですけど、まあワード、エクセルぐらいは触れますよ、 Google のスプレッドシート使えますよっていうぐらいだと非常に助かります。東京の恵比寿の本社に週に1回から2回出勤できる方、プラスリモート作業もあります。で恵比寿駅から徒歩4分ぐらいの場所なので、できる限り東京在住の方を優先で採用させていただきます。雇用形態に関しては、時間短縮社員かアルバイトか業務委託かっていうのを、直接面談でお話をして、都合がいい形で、雇用形態を組みたいなと思います。なのでご希望があればこういうふうに働きたいってことをご意見いただけると非常に助かります。はい。今お話しした内容の詳細と応募フォームに関しては概要欄に貼り付けておきますので、今一度チェックをお願いいたします。はい。皆様のたくさんのご応募お待ちしております。ということで、GPIT チャンネルでは元女子の日常と治療情報を配信してます。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。応募待ってます。待ってます。